15年にお隣韓国にもうズバッと抜かれてしまってるわけであります。日本の大学生約何割が奨学金という借金を背負って大学に通ってると思います？先般小池知事がアブダビに出張に行かれた、この時に2つの M がこのアブダビにはなかったと、玉ねぎが3倍になったというニュース昨日ありましたよね。そしてジェンダーギャップ指数の最下位レベルという脱印をされている、この世界の中で日本が沈没をしていく、私は日本政府の大きな国策の失敗も。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました東京都議会議都民ファーストの会党の代表、荒木千春と申します。コロナウイルス感染拡大の中で、私たちまさに自治体を預かる東京都やまた埼玉県、国の法律がなかなか変わらない、国の制度がなかなか変えてくれない、私たちも何度も何度も政権与党にも要望書を出しました。しかし私たちは法律の壁、そして国の制度の壁にがんじがらめになって、自治体が身動きを取れなかった。このようなことで今回国政進出を決めたわけであります。実質賃金が25年間ずーっと上がらない、このような国は日本くらいであります。残念ながら2015年にお隣韓国にもうズバッと抜かれてしまってるわけであります。今皆さん玉ねぎが3倍になったというニュース昨日ありましたよね。そして様々なチェーン店が値上げをしなければならない、消費者の皆さんごめんなさいと、原油価格またガソリンも大変上がっていく中で、皆さんの可処分所得確実に少なくなって厳しくなっています。今までの我が国の大きな国策が、そもそもが実質賃金をずっと上げられなかった、欧米諸国では 1.4 倍、 1.5 倍とちゃんと実質賃金が上がっている。しかしこの日本においてはずっとこの間25年間そして30年間失われた日本と言われるくらい実質賃金が上がらない。そして皆さんご存知でしょうか、日本の大学生約何割が奨学金という借金を背負って大学に通っていると思います？約 50%、 半分の大学生が奨学金という借金を抱えて、この奨学金は社会に出たらすぐ返済をしなければならないわけであります。この国をしっかりと改革中道のど真ん中で、悪いことはしっかり悪いと、変えなければならないところは変えなければならないと、しっかりと政権与党にも、そして全くの反対ありきの野党ではなく、しっかりと政策が提案ができる、このような私たちはファーストの会という政党を立ち上げさせていただきました。今残念ながらデジタル後進国と言われている、先般小池知事がアブダビに出張に行かれた、この時に2つの M がこのアブダビにはなかったと、日本にあってそしてアブダビになかったのが2つの M だとおっしゃってました。1つが名刺の M、 そしてもう1つがメニューの M、 メニューがない、そして名刺がない、もうデジタル化がくんくんと進んでいるわけであります。当然ながら私たちはこのデジタル格差を解消していくためのさまざまな支援策、しかしながらこの東京や埼玉の首都圏がこの世界に勝っていかなければ、どんどんとこの世界の中で日本が沈没をしていく、そしてジェンダーギャップ指数の最下位レベルという落印をされている、私たち都民ファーストの会は約 30% 以上女性議員、自民党さんが政府に対して出産一時金なんか3万円とか4万円とかプラスしてくださいという要望を出されたというニュースがありました。本当に私こんなようなちまちましている、こんな情けない政策だから、我が国日本は残念ながら赤ちゃんの生まれない、そして少子化に歯止めのかからない、このような国になってしまっているということであります。だいたいこの42万円の国からいただける出産一時金、これでは赤ちゃんを産むことは到底できません。ありがとうございます。このような日本の中においても、出産からまずこのお金のかからない日本を作り上げなければ、私たちのこの国の人口は絶対に保つことができない。この国は創薬の国、例えば聖老眼さんとかいろいろ昔から薬を作るのにすごく長けてる日本人と
昔は言われていたわけであります。しかしながらそこをしっかりと生かせなかった私は日本政府の大きな国策の失敗もあろうかと思います。ぜひとも皆さん見極めていただからなければこれからの10年後20年後そして100年後の日本は世界地図の中にないと言われているぐらい皆さん本当に茹で返る危機に瀕している状況でもあります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。